浅妻徹の22時から朝食を。どうも、浅妻徹です。この番組は平日の22時に浅妻徹の出来事、考えていること、妄想、想像トークをお届けするラジオポッドキャスト番組です。これを聞いて寝るのもよし、もう一頑張りするのもよし、好きな時、好きな場所でお付き合いください。この間ね、電車乗ってて、角っこ、座れるところの端っこのところに座って、優雅に電車に揺られていたんですけども、隣の隣ぐらいの座席に、ドスーンと座った男性の方がいたんですね。で、結構まあ、混雑っていうほどでもないぐらいの、ちょくちょく空いてる席があるかなぐらいの車内だったんですよ。で、僕の隣が空いてて、で、その隣にドスーンと座って、で、その隣が、男女のカップルが座ってたんですね。で、そのドスーンと座った男性は、カップルの男性の膝の上に一回座ったんですよ。ね。これびっくりですよ。膝の上にドスーンと座って、その流れで、その座席に座ったみたいな。酔っ払っていたのか、なんか、怖い人なのか、ちょっとそこら辺は分かんなかったんですけど、まあ、かなり態度が大きな方だったんですね。最初は、ああ、ごめんごめん、みたいな感じで謝りながらいたんですけど、まあ、その、カップルのお二人の男性がこう、なんだろう、この人、みたいな感じで見てたんでしょうね。で、その視線に気づいたのか、男性も、ドスンと座った男性も、あ、何見てんだよみたいな、そういう態度になったんですよ。で、軽くバチバチとしたなんか怪しげな雰囲気になったんですね。あー、これまずいなと。もうその車内に座っていた人たちはみんな察するわけですよ。だからこう前に座ってた人たちはこう違う車両に移ったりとか、降りたくもない駅で降りるふりをしてみたりとか、この車両今からまずいことが起きるんじゃないかという人間のね、本能がこう動かしている感じだったんですよ。危機管理能力というか、そういった時、私はむしろその場にいるという選択肢を取ってしまうんですね。これはね、本音は逃げたいんです。めちゃくちゃ他の人たちと一緒に違う車両に移りたいし、降りたくもない駅に降りたいんですよ。けど、そういうエピソードとか、そういう現場って、なかなか滅多に起きないんじゃないですか。その光景ってめちゃくちゃリアルなんですね。そのリアルを見とかないと、もし、そういった役とか、そういう、ものを書きたくなった場合、そのリアルを使えるなと思ってしまう私もいるんです。というか、そういう時に出会った場合、観察しろって、もう高校時代の時、演技レッスンの講師の方とかに言われてたんですよ。それが残ってるから、ああ、これ観察しなきゃいけないなっていう、なんか、洗脳されてるんですね。だから、実質、やばい人間はその座席二人いるんですね。そのドスンと座った、横暴な攻撃的な男性と端っこに座ってる人間観察したがり男の私、二人座ってるんですよ。で、結局そのカップルは違う車両に移ったんですね。んだよみたいな、ちょっと行こうよみたいな感じになって、でドスンと座った男性もんだよみたいな、はぁみたいな、こっちが勝ってやったぜみたいな感じになってたんですね。うん、まあ多分酔っ払ってたんだろうな。わかんないけどね。で、すごい荷物だったんですよ。その男性も。エナメルバッグみたいなやつを持ってて。エナメルバッグではないんだけど、エナメルバッグぐらい大きいリュック。斜め掛けのね。やつをドスーンと横に置いて、座席ですよ。空いてる座席にボーンと置いて。僕側の方に置いてきたから、これワンチャン俺にも来るんじゃねえかと思って、怖かったですけどね。危うく、俺も、ああ、何見てんだよって言われる可能性あるじゃないですか。
もうだから隣にエナメルバッグあるけど、ちょっとねそわそわしながら横目で見るんですけど、頼むから何も起こらないでくれって思いながら見てましたよ。次の駅の急行が止まる駅で人がたくさん乗ってきて、僕たちが座ってる付近にもたくさん人が乗ってきて座ったりしてたんですけど、元からいた人たち、子さんの人たちはみんなこの人の前には座るなよとか、この人の隣に座んない方がいいよみたいな視線をね送ってましたよ。うん、まあ、良くも悪くも、他人に迷惑をかけないような電車内の座り方はしていきたいなと思いましたけどね。皆様そういう少しでも危ないな、危険だなと思った時は、自分の身を守るようにしてください。はい。人間観察はこういう俳優とか、こういう仕事をしてる人でいいと思います。危ない橋は渡らないようにしてください。というわけで、今日はここまで。またお付き合いしてくれたら嬉しいな。明日もいい日になりますように。ファイト。